はい。今日も可愛い筆文字を書いていきたいと思います。今日はですね、依頼がありました。僕、こういう意味があの、四字熟語ですかね。観音放射っていう文字を書いてください。まあ、ありがとう、観音放射。あと、ございましたって、なんかちょっと文章これで追ってるかわからないんですが、なんか、 ございましたって書いてくださいってことだったのでありがとう関門放射ございましたと書いてくださいとしかも縦書きでってことなので縦書きで書きたいと思いますで、あのー、いつも言ってますが縦書きの時は僕は後ろから書きますで,ですからございましたからいきますねまず一回書きますで書き方を伝えますで最後にえパステルの上に書きますのでよかったら最後まで見てくださいパステルが入るか入らないかだけで全然変わりますのでえよろしくお願いします じゃまずございましたですね。 んですね次オンですほうさ ありがとうございますこんな感じですかね あともう回ちょっともう一回書いていいですかちょっとね書き方を少し変えたいと思いますまず真ん中の漢音本社から書いてみたいと思いますちょっと今書きながらそうしたらどうかなと思って 同じ感じ感ですかねどっちで書いてもどうでしょうかね、まあ、同じ感じかなどっちも、まあ、これとこれなんでまあ大体同じですねどっ,ちどっちも同じですねはい、まあ、これのじゃ書き方をいきたいと思いますまず「缶」からいきますね まあ、缶もいろいろな書き方をするんですが、今日は僕はこういう感じにしました。波を打って細くです。で、ここを少し長めです。ここに全部心まで入るような感じにしてます。ここ細くですね。で、心をここに入れちゃうっていう感じですね。あとの書き方はですね、こういうようにもすることもあります、僕は。はい。こっちの方がいいかな あのパスタの時はこっちでいってみますねであのこちらを大体普通はこうなんですが僕は内巻きにしてますこういう感じでね、はい、次オンですねオンは、えー、四角のところが、まあ、これ簡単にいくなら丸で太い細いを使いながらで真ん中じゃなくて端っこに書いて これでもいいと思うんですが僕は今回はいびつな形にこうしてこんな感じですねやってますこんな感じですねで,できるだけ頭でっかちで下の心は小さめにしてますねで頬ですね頬はここが太い細いで長めですねであとここは細く 細くですで。顔を作りました。でこっちも細くです、まあ。頭でっかちにしたいので、こっちが大きくて下は小さめです。こっから下から、まあ、これだけですね。ほうです。ほうです。シャーですね。ゴンベン、ぐるぐるってやって、一番上の線だけ太くしあの長くしてます。で、細くです。 で、細いから始めて太くですね。太いから細い。で、下から。下が太くて上が細いです。で一番下後ろあ、右は小さめです。これだけですね。ぐるぐるってやって。で、あのたまには僕、こういうパターンと、あと、こうして山にします。でも、この中に入れちゃうパターンですね。 これもかわいらしいじゃないですか。まあ、こんな感じですね。じゃあ、えー、次、ひらがないきますね。で、ありがとうはですね、ありがとうだけで上げてますので、また見ていただけたらと思います、まあ。ございましたとかも結構書いてます。いろんな何々ございましたってあるので、まあ、一応、ひらがな全部いきます。ありがとうは、今、ポチッと押すとこ出てると思います。ありがとうだけで上がってますので、それ見てください。まず、あーですね。あーはですね、ぐるっとやってですね、真ん中じゃなくて右の方から下ろして、で、ここに、 円を描きますす顔ですねここの差が少ない方がなんとなくかわいらしいしここがあまり長すぎないのもいいと思いますでここも短めですここで終わりです本来はこうだと思うんですがああですねああですはいで理はですね、まあ、今日の理はちょっと違う理で書いてましたけどここだけ太くてあと細くです今日は こっちこうやりましたけどど,、ま、どっちじゃないとあかんってことはないですが僕は大体これが多いですね。ガ、えーは初め太くて細く割るこれだけですね。と、とはかんです。ここが太くてあと細くです。うはここが太くて最後また太くしてます。こんな感じですね。 今、ひらがなも、ひらがな集があります。あいうえを書き、指し出そうで全部上げてますので、2回ずつ上げてますので、またそれも見てください。2年前のやつと今年上げたのがありますので、5はここだけが太いですね。ザーはここだけが太いです。イ、e、はこっちだけが太い。まあは普通はこうですが、ここだけ太いですが、今日はこうやってます。はい。C は、 ここだけが太いですね。たここだけが太くて、あとこれだけです、はい。じゃあ、パステルやってみたいと思います。パステルが入るだけで全然変わります。変わります。もう僕はあの簡単にしてますので、指にこうして塗ってですね、グッとこうしてバッグに色を入れるだけです。 本来のねパステルの使い方はまたパステルでくくってみてください僕もたまにそういうのやるんですがその動画を上げてないので、あのー、パステルの動画を上げてる人の見てくださいすごくパステルっていい感じ淡い感じがしてですね面白い絵が描けますのであのパステルに興味ある方はパステルでねまた見てください <laughs> はいじゃあいきます 後ろからも行くパターンでいきます。あ、どうしようかな。かん、かん、かん放射からいきますわ。 な感じですかね観音保ね。ありがとう、観音保写。ちょっと文章、覚えてますか、分からないけど、ございましたというような文章で書かせてもらいました。はい、えー、こういうね、あのー、アジナる文字、かわいい筆文字でですね、書いてもらいたい文章とか、こ、あのー、言葉とか、何かありましたら、コメント欄に書いてください。 えー、それを見てですね僕の方で動画を上げさせてもらいます。今回みたいにねドア動画を上げさせてもらいますで。その動画を見ながらまた真似して書いてもらえたらと思います。あとね、ね感想とかもあの書いてもらえると今後の僕のか、あのー、参考になりますのでね、あの書いていただけるとコメントを書いていただけると感想お願いします。あと、こういう味のある文字、可愛い,い筆文字が好きですよとか。 もっともっと見たいなとか自分は、自分も書きたいなって方はですね、ぜひともチャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。えー、今ちょうど他の動画が紹介されてますが、そこに丸いボタンがあると思います。それが、えー、チャンネル登録できるボタンですので、押していただけると嬉しいです。ぜひともぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上です。ありがとうございます。